七不思議の裏不思議七浦、どうもよろしくお願いします。七不思議でございます。ありがとうございます。皆様のご支援があり、この国を変えようと思ってるわけですけども、選挙演説始まり、今日はちょっともうちょっと続けてくださいよ。我々が掲げる改革、オカルト界の透明化透明化オカルト界の、権力、仲たがい、それを、より深くさせることです。いや、かいないかい違いますよ。みんなが仲良くやっていけるオカルト界を目指してなんか活動してるわけです。我々、いや、そんな大それた名目ないですけどね。お金持ちになりたいと思ってやってるわけです。そんな欲望丸出し、欲望丸出しではないです。いや、まあまあまあ、我々もね、この七浦の方ですけども、まあ結構長いことね、七浦もやらせていただいてて、地味に登録者数も伸びてきまして、今このそう撮ってる時点で、あと750人ほどで1万5000登録、うん、ね、すごいですよね。すごいです。サブチャンネルで1万5000近くいるっていうのは、だ本当にね、もう皆さんのおかげなんですけども。本当そうです。できればあと3万ぐらいだだっとね、あら、言っていただければ。欲張りんぼですね、これは。欲張りんぼ、ななちゃんの方も、本当のななちゃんの方もあともう少しで8万ということでね。いや、すごいな。始めた時はね、こんな風になるなんて見通しは立ってたんですけども。立ってたんかい。すごい無気力ツッコミです、ね、そうそう、さすが。それでもしっかり自分の仕事は最低限するという無気力ツッコミが炸裂しました。ツッコまないじゃないかを言わせない、はい、いや、ちゃんとやったようです、ね、最低限の。これはすごいですね。いや、初めの頃はね、はい、あんなにもね、あの元気にね、ユーマをやるたびにへこみ、はい、大人に何か言われるたびにもうもうし、で登録者が伸びてきましたよ、やりましたよ、周平さんのとこ出たら登録者伸びましたよ、うん、おーおーって何、うん、だってね、俺その時なんて特にあの DM でへこんでる時だよね。ノブさんが島田周平さんのチャンネルに出てこう活躍してね、登録者数がガンガン伸びてきた時はすごい嬉しかったと同時に、僕にね、あの悪魔のような DM が届いてね、なんであなたがノブさんと組んでるんだと、ノブさんは周平さんと組むべきだから、あなたは解散するべきですよ。悪魔のメール。これはね、もう俺はもうこれ伸びてるからね。いや、よくねえよ。なんだよそれと。まあでも応援してくれる方がね、どっと増えましたからね。確かにそうですよね。たまにそういうのがね、一個あるとなんかありますよね。たまにはありますからね、俺にもね。あ、はい。じゃああと。その話5分ぐらいいただきたいですけど、はいはい、じゃあまあ、はあ、僕のとこ送ってきても、はい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 で済んじゃうんでね。まあまあね、はいはい、まあそういろんな意見あると思いますけど、別にね、それはもう言わなくていいじゃないですかって思うこともね。いや、そうなんですよ、ね、思うんですけど、でも皆さん応援してくださってるんで、ありがたい、ありがたいです。で今回も投稿会談ね、はい、もういっぱいいただいてるんでね、これは投稿されてる皆さんのおかげで成り立っておりますということで、はい、いきたいと思います。よろしくお願いします。ジャイアントハバーさんです。ジャイアントハバーとは、はい、珍しいですね。ハバーさんね、何回か送っていただいてるんですよ。はいはいはい、はい、で、まあ、今日は会談なのか、あ、微妙ですけども体験談として投稿いたしますと、はい、今の家に引っ越す前の団地で起きたことですね。その団地は 3DK の借り上げ住宅でした。借り上げ社宅でした。ああ、よかった。何、あ、いや4コマの方かと思った。いや4コマの方です。いや4コマの方かい、はい、4コマの方かいってなんだよ。刈り上げ君のことでしょ。刈り上げになってる社宅ってどういうこと。これは上田正史さんから。いや上、いや完全に、いや、ジャイアントハバーさんでしょ。上田正史さんは刈り上げ君の作者ですから。刈り上げ君が住んでいた社宅。いやいや、刈り上げの社宅ですよね、それは ね、 ね、意味合いが違いますから。ああ、すげえ突っ込むな。企業からなんかね、なんかその借りっていうんですな。そう、借り入れてね。そういうことですよ。で社員に貸し出す制度。そういうこと。刈り上げ社宅書いてますよ。そうそうそう、うん、家賃の一部を社宅使用料として企業が負担するので、うん、社員は低価格で住居を確保することができるということが借り上げ社宅という、ね、いいですよね、意味なんですって、うん、でそのため好きな階数や間取りは選べないけども、家族4人で住むには十分な広さと家賃が安いので助かってました、はい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 、が他の部屋では、うん、私と家族が体験したようなことはなく、
その一室だけが奇妙だった感じです。何でしょうこれ。その部屋の奇妙さですけども、うん、まずラップ音がすごかったです、うん、場所を問わずパキッバチバチ頻繁に大きめの音がしていました。特に今に、していた和室が岩として利用していた和室が激しかったですと。上が空室なのにもかかわらず常に子供が走り回る音がしたり、なるほど、天井に血のようなシミがあったり、夜中に誰かがキッチンにいる気配がしたり、これはキッチンの隣の部屋で寝ていた子供たちがよく感じていたそうです。ああ、そういうのを感じると。しかもどんな植物を置いてもすぐに枯れ、ああ、それは良くない。金のなる木は茎の中がスカスカになるほど枯れましたと。そんな効果があるというか、ダメな土地なんだね多分ね。一番ひどかったのは、2、3日で開花しそうなバラの鉢植えを買ってきて、開花を楽しみにしていたのに買った翌日には枯れていたことです。何でしょうこれは。そして猫を飼ってますが、その猫が何もないところをじっと見たり泣いたりすることもありました、霊感があったら何か見えたのかもしれません、またこの部屋のせいかどうかわからないですけども、父が自殺、父とは同居ではなかったんですけど、でなるほどね、この方ですね、ハバーさんも手首を切ってしまったりとか、まあ、精神的にもね、ちょっと辛くなってしまったんでしょうね、いろいろあったらしいんです。なるほど。ちょっとはしょりますね、はいはい、で交通事故にあったりもしましたと、はい、でちょっとね倒れてしまった時はなぜそうなったのか記憶がないですと、気づけば病院の ICU のベッドにいたという感じでした。おー危ないね、はい、ある時に風水師と知り合うきっかけがあり、はいはい、この部屋に何かあるか尋ねたところ、原因について詳しくは教えていただけなかったんですが、できるだけ早く引っ越した方がいい、猫とあなたの守護霊が強いおかげでこれぐらいで済んでいる、命を取られてもおかしくない、交通事故で死ななかったのも守護霊のおかげだ、というふうに言われました。なるほど。それから運よく今の家に引っ越すことができまして、私の体調も回復し植物も枯れることがなくなりました。憑依された体験もありますが、それはまたの機会。なるほど。ハバーさん、これは結構強烈な良くない土地であるということが、残影的なね、何か残ってたのかな、なんかすごいですね、まあ、そのご本人の守護霊とともに、猫の守護霊も強いね。だから猫ちゃんが守ってくれてたっていうね、はいはい、側面もありますけども、なんかね土地でね意味地っていうのの逆で、はいはいはい、癒し地っていうのがあるんですよ、はい、それは逆にそのなんていうのかな、そこに行くと、これの逆ですね、あの花がよく育ったりとか、作物がよく実ったりする、はい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 、土地っていうのが、まあ、実際あるらしいんですよ、だからこれは逆にまさにその逆で、枯れちゃうわけでしょ。枯れちゃいます。これから生命を息吹いていくものでさえも衰退してしまうっていうのは、金のなる木の茎がスカスカになって枯れるって絶望ですからね。そんなことあるんだな。まあ俺はもうそのいろいろ全部が枯れてるから慣れてるけど、で今この空気にも慣れてるけど、今のね寺の本堂みたいな静けさ、久しぶり楽しんだもん。楽しんだ。俺が喋った後にほんとシーンとするじゃない、空気感が。これたまんないんだよね、芸人として最高のなんか快楽、なんかあの快楽、なんかあの耳鳴りみたいな感じしますよね。しません、たまに。うーん、俺もあるんですけど、ガンってそのねボケた時に滑ったら、キーンって耳鳴りするんですよね。多分あの時間だけ死んでんじゃねえかと思うから、なんか瞬間的に。あれだってボケて滑ったら寿命一切縮むんでしょ。そうです、ね、臨死体験ですから、一種の。続きまして、はいはい、トトンクさん。ああトトンクさんもなんか小学校、ね、小学生の頃か、夜に部屋のベッドで寝てたら、ペタ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 変な音がします、扉を閉めて真っ暗にしていたので、慌てて起き上がり電気をつけました、そうするとアオガエルが2匹も私の部屋を移動していました。カエルが、大嫌いな、大の苦手な私は大絶叫しながら1階のお母さんの元へ行き、なんとかカエルを外に逃がしてもらいました、そんなカエル男の使者が闊歩する我が家の両隣のお話です。はあ、今のはつかみです。ああそうだったんですか。つかみです。
アオガエルがでも本当にいたんだ。歩いてたんですって。びっくりするよね、部屋の中カエルはね、アオガエルでしょ、あのアマガエルじゃないですからね。そこそこもうちょっとでかいですよ。こんぐらいか、うん、こんぐらいか。全然ね、うん、見てる人分かんないだろうけど、外観が深緑の家と水色の家が我が家の隣にあると、はいはいはい、引っ越してきた当初は新興住宅、新築購入後30年住み続けましたが、うん、両隣とも 5,6 回住人が変わってます。あ、そんな感だ。深緑の家は賃貸、うん、水色の家は売り物件、うん、深緑の家の方はどの住人にもとても良くしてもらい、うん、その家の最初の住人の子供と私は年が近かったので仲良くしたり、別の住人は庭を芝刈り機で買っている時に我が家の庭も買ってくれたりしていました、うん、そして必ずその家は数年で、自分の家を購入し引っ越していくのです。なるほど。毎回ちゃんと挨拶もしてくれて出ていきます、うんうん、一方水色の家は最初の住人は50代の夫婦で子供はいませんでした、うん、なので私と姉はとても可愛がってもらっていました。なるほど。が数年経つと旦那さんがご病気で亡くなり、うん、4LDK の家も奥さん一人では大きいため小さなマンションに引っ越し、うんうん、たまに空気の入れ替えに来ていたその奥さんもその何年か後に病気で亡くなられました。あ、そうなんですね。次の住人は住み始めたけどどんな人が住んでるのかさえ分かりませんでした、うん、近所に聞いてみてもいつの間にか住み始めたと思ったけど挨拶は何もないからどういう人が住んでるのか分からない、うん、数年でいつの間にか引っ越していきましたと。なるほど。その後もそこに住む人は挨拶がなかったり挨拶されてもそれっきり、うん、見かけなくなったと思ったら家族が入院したとか、うん、亡くなったから引っ越したとか、うん、そういう風な話を聞きました、うん、何度目かの家族は小さい子が 2,3 人いそうな感じでした、うんうん、父親らしき人の怒鳴り声とそれを受けて子供の泣く声が毎日毎日聞こえていました。虐待ではと通報しようか迷うぐらいのレベルで、泣き叫ぶ声がね、はい、聞こえてたと。で私が二十歳くらいの時だったのでどうしたらいいのか対処しようがなかったので、申し訳ないなと思っておりますと。でその家も 2,3 年ぐらいで引っ越していきました、うん、今はうちの息子と同級生のご家族が住むようになり、うん、住む前に内装を全面リフォームし塗装も水色に塗られましたので、うん、付き物が取れたかのごとく現在は良好にその家暮らしていらっしゃいます。ああ、なるほど。はい、同級生のねご家族が住んでいると。で深緑の家は住んでいた全世帯が家を購入し出て行き、水色の家は全世帯がいつからか誰かが住んで近所付き合いもあまりせず家族が病気になったとか亡くなったとかでいつの間にか引っ越していく、うん、そんな我が家の両隣の不思議な話でしたと。なんでしょうね。ちなみに小学校の頃に深緑の家と隣接している我が家の駐車場で縄跳びで遊んでいた時に、うん、深緑の家のキッチンがすぐそこにあったんですが、もう引っ越して誰もいないはずなのに、うん、流しの水のジャーという音が聞こえてしまい怖くなって急いで家に入りましたと、うんうん、霊感がゼロな私の数少ない体験なんです。うん、なるほど。深緑の家は座敷わらしの家、はい、水の音も座敷わらしのいたずら、水色の家はあまり良くない家だったのかもねと母親と2人で話していますと。結構だからね、先ほどのお便りでもですね、あの土地に関するお話だったんですけど、これもまさにそれに近いものですよね。いや土地じゃないですよ。これ土地じゃない。あの土地だったら、うん、その息子のね同級生家族が住んでリフォームしても変わんないですか。じゃあ 家なのか。家ですか。これは、はい、でもおかしいんですよ。だ要はそのなんだろうね、うん、家って珍しいっていうか、だからそのリフォームした時にあのトイレとか、うん、風呂とか、うん、水場の位置変えたのかもしれないですよ。なるほど、うん、まあ、そうなってくると風水みたいなこともあるし、それが決壊となったのか、はい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 、もともと土地が悪くてでその家の中のいろいろなものが良くなかった、うんうん、っていうプラスアルファであったとして、うん、土地だったらリフォームしても変わらないはずが、まあまあ根っこの部分だからね、うん、そこの上に建てるっていうことだから、そうそう、まあでも良かったですよね今はね。なるほどね、うん、だから土地も大事だし、うん、その上に建てるものも大事っていうことなんですね。そう考えてみるとね。まあそうですね。だから鬼門とかそういうのこだわるんだよね。まあまあまあ、まあ、なるほど。続きまして、はいはい、ぬえっこ動物さんです。いや食べっ子動物みたく言ったけど、ぬえっこ動物さんからですね。はいはい、ぬえっこ動物さん、はい、体験談らしいですよ。なるほど。この方が10代で、うん、男性経験もまだなかった頃のお話です。あら、おピンクの香りがしてきましたね。ちょっとねぬえっこ動物さんのね、
うまく言えない、うん、なんてとこヌエとえそういうのが全然結びつかなかった難しいかった。今の謎解きは難しかったですよ、ゴールを見失った。私は幼い頃から怖い話や不思議な話が大好き。なるほど。それとちょっとエッチな話も好きな少し焦た子でした。ちょっとよくないよ。その日は夏休み、朝からテレビをつけ、うん、あてもなく自分の見たい番組を探していました、はい、相当暇だったのでしょう、うん、私はああ幽霊が本当にいるんだったら出てきてくれないかな、なんだったら幽霊とエッチしてもいいかも、いやすごいこと、お化けとだったら子供できないし傷物にもならないじゃんなどと、すごいですね。当時の自分でも、そんなこと絶対に思ってはいけないと分かっていながら、そうですね、その時は気持ちが大きくなっていたのか本気で、そうマジ願い的なことをしていました、はあはあはあ、そしてその日の夜、私は昼間に考えていたことなどすっかり忘れており、うん、いつものように寝支度をし電気を消しベッドに入りました、うん、部屋は戸建ての2階、窓を開けると高台で見晴らしも風通しもよく、その日は蒸し暑かったので窓を開けたまま眠っていたと、うん、どれぐらい時間が経った頃でしょうか、ふと人の気配がして目が覚める、誰かな、最初は家族の誰かが部屋に入ってきたのかと思いました、はい、でもいつまでたっても声をかけてくる様子がないので、うん、私は誰と自分から声をかけました、うん、返事はない。そのうちに私は窓を開けっぱなしで寝てたことを思い出し、うん、やば、もしかして泥棒、怖っと恐怖を感じました、はい、その瞬間ガシーンと体が動かなくなりました。始まり、私は仰向けの状態のまま動けません、うん、体のどこか、ああ一部分でも動かそうと頑張るのですが全く動きません、うん、そしてようやく私は昼間に自分がしてはいけないマジ願いをしてしまったことを思い出しました。そうだ、ミシーミシーとベッドがゆっくりときしみました。怖いぞ。私の体が傾くぐらいマットレスが沈みます。お、それは寝ている自分の体の両脇に手足をついて足元から上がってきているようでした。来た来た来た。とても大きく圧迫感のある男性だと感じました。お、私は本当にお化けが来たの、嘘嘘やめて怖いとパニックになりました、はい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 、私の体の上にのしかかる人の重み、うん、それは大きな手で自分の顎から下にまさぐってきます。あ、来た。襲われる。私は怖く怖くて、うん、でもどうすることもできませんでした、うん、どれぐらい時間が経ったでしょう、2分3分、うん、いや20分、うん、いや30分、うん、するとほんの少し目を開けることができました、はい、男の感覚は顎の方から下で止まっていたので、うん、私は視線をゆっくり自分の頭上の方に上げました、はいはいはい、すると暗がりにぼんやり何かが浮いているのが見えました。お、だんだん目が慣れてくるとそれは白い着物のような、私は揺らめく白い影のようなものが私の顔を覗き込んでいるように思えました。あらららららら、私はもう夢中で何かわからないその白い影にごめんなさい助けてください、ったんだ、ね、昼間自分が思ったことを、うん、願ったことを謝り助けを求めました、うんうん、ごめんなさいごめんなさい、いけないことを願ってしまってしまいました、うん、本当にごめんなさい。その瞬間と何かが弾けて体が楽になり、それまでの人の気配、体にまとわりついていた男性の感覚も全て消え、うん、いつもの自分の部屋の静けさに戻りました。なるほど。あとはただ私の心臓だけがバクバクとしばらく高鳴っていました。うーん、実はその経験には後日談があります。あら、何ですか。思春期の おバカな子供だった私は証拠にもなく、はい、あの時の経験は私の勘違いだったかもと同じ、マジ願いをもう一度やりました。あら、ね、やりてーっつってね言っちゃったの、うん、そしたらその結末は全く同じ。あ、また来たんだ。うん、さすがにその時は本当にもうダメかと思いましたが、また助けてもらいました。マジで。それ以来私はもう絶対にあんなバカな行いはしないと誓いました。いや、そうでしょう。同時に守られている自分の境遇に感謝し、この世にはそういうものはあるものだと確信し今に至っております。すごいね。マジ願い、今ではここぞという時だけ、うん、あのマジなお願い、そうです、そうすることによって、うん、助けてもらっておりますと。あ、ね、これはすごい体験談というか、すごいね。ぬえっこ動物さん、はいはいはい、そうですね、ぬえっこ動物さんでしたね。はい、ありがとうございます。お願いを、だからこれはね、だって自分がそう願ったから来てしまったっていうことですからね。そうそう、招いてしまったようなことでもあるわけですけど、うん、でもやっぱり寸前になってやっぱりごめんなさいって言うと、なんか許してくれるっていう部分が、まあその聞き分けのある例で良かったですよね。かもしくはですよ、うん、その守護霊的なものが、それが強いのか、来たやつを、うん、ああ
ってやってくるから、弾いてるんですよ。そのだからアホなことを考えたあかんでっつって、はい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 、聞こえてないものの、なるほど、ね、思ってるのかもしれないですよ。パーンと何かが弾けてっていう部分とかね、はい、うん、もしかしたら守護霊さんの力によってそれは助けられているのかもということですよ。 でも守護霊がしばらくその色条霊とまぐわってるぬえっこ動物さんを眺めてたら面白いですね、うん、ああやってるの、はいはいはい、ぬえっこしてるの、ぬえっこしてるのを守護霊さんが、生前のね、うん、今はこんな感じでやるのか、いやいや今はこう、まあ、おじいちゃんだったら今のはね、だからもう守護霊になってる方だから、はいはい、何世代か昔の方だったらね、だからもう結構やり方も決まったやり方しかなかったから、ね、こんなプレーがっつってこういう風に、あ、女性が逆になるってこともあるのかねあるの、誰に聞いてんだよ、だ2人ぐらいで見てんだよ多分ね、守護霊2人いたとして ね、 だからね、で僕ね、はい、こういうのでたまに思うことあるんですよ、はいはい、金縛りになったと、体の一部分だけ動くとかたまにあるじゃないですか、はいはい、手が動くとか、はいはい、目だけ動くとか、はいはいはい、ちょっと本当の下ネタになっちゃうんですけど、うん、男性のあの部分だけ動いたら面白いですよね、モーモーのモーモーが、モーモーのモーモー、あ、なんでここだけピクピク動くんだろうみたいな、だからもうそれは、はい、金縛りをかけてきた時は、うん、正常だったわけじゃないですか、はい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 、まあ普通の状態ね、はいはい、だからそこにかけた金縛りなんで、ああ、その後にこう作用が動いてくるものは、うん、立ってきたところには効果がないんじゃないですか、だからなんかううってなって、ここだけピクンピクンってなったらちょっとおもろいなと思って、ねえ、うん、ちっちゃいねみたいなね、わ言われたら嫌ですよ ね、 ね、やっぱちっちゃいねえにね、くっさとかも嫌です、ね、いや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 、わかるけど、わからないよそれはしっかりケアしてるから、寝る前にこすったっつって、うん、まあそれはまあまあやってるけど、いやですね、やってんか最後、はい、キサラギレイリーさんです。ああ、よくいただいてるイメージあります、はい、ラジオに投稿したことがないのでおかしい点がありましたらすみません。ラジオ投稿は初めてだった、ね、ああ、ツイッターとかでよくね、はい、なんかご意見とかリプとかいただいたのかな、その後多分ね呼んだりもしてるパターンがあ、ね、あ、なるほど、はいはい、はい、すみません、私は霊感というものは自分ではそれほどないと思ってますけども、うんうん、昔から勘が鋭いというようなところはありました。あ、そんな私が唯一と言って良いぐらいの不思議な体験がありますと。はい、私が幼稚園の年中か年長くらいの年頃だったと思います。私は長女で下に3人、妹と弟がいますと、はい、当時おそらく母が3人目を妊娠中だったと記憶しています。そのためか週末のたびに、父方の祖父母の家に預けられておりましたと。私はおじいちゃん子だったので、まあ、行くのが楽しみだったと、はい、でいつものように、週末祖父母の家に泊まりに行った ある日のこと、ある夢を見ましたと。夢の中の舞台は祖父母の家ではなく、実家、あ、自分の家ですね、自分の家で夜、うん、すぐ下の妹が通常では考えられないぐらいワン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 と泣き叫んでいました、うん、どうしたんだと思っていると今度は妹の体がピクンと跳ね上がり、うん、痙攣をし始め、唇が真っ青、そして泣き声も上げられないぐらいになり始めました、うん、一体何が起きたのかと駆け寄ろうとするとおろおろと泣いていた母のもとに救急隊が到着。そのまま母と何事か話した後、救急隊の方が妹を救急車へと運んでいき、母も一緒に救急車へと乗り込んでいきますと、うん、私は自分もついていきたくて必死に待てと声をかけて走って救急車を追いかけるんですが、そのまま救急車は走り去っていくと、うん、そして途方に暮れるというところで目が覚めました。夢だったとね、はい、あまりにも生々しい光景だったのと妹が心配だったので目が覚めてすぐに泣き始めてしまった私を、うん、おじいちゃんおばあちゃんがなだめて再度寝かせようとするのですが、もともと夜中に目を覚ましてぐずるということもなかった私が泣き止まずにひたすら夢で見た光景を説明して、うんうん、もう帰りたいというので、おじいちゃんおばあちゃんも困惑しているようでしたと、うん、そうね、翌日前の晩に見たものが何だったのかモヤモヤしながらも おばあちゃんが用意してくれた朝食を食べていると電話が鳴りました、うんうん、それを取ったおばあちゃんが何事か話していたと思ったら、えと声を上げると困惑の表情で私を振り返りました、うん、その時は何なのかが分かりませんでしたが後から聞いた話によるとその時かかってきた電話は母親からで、うん、妹が転換の発作を起こし救急車で運ばれたので、はいはい、今日も私を預かっていてほしいという内容だったとのことでした。なるほど。その時の私は知る由もありませんでしたが小学校に上がった頃にぽつりと母がこの時のことについて話してくれました。うーん、私はずっとこの年になるまで予知夢を見たんだと思っていましたが、うん、以前 YouTube で
で、僕のね、父親が幽体離脱をしたという話を聞いて、はい、もしかして私のあれも予知夢じゃなく幽体離脱だったのではとふと思ってしまいましたという話なんですが、ちょっとね私この A の言い方がちょっと気になってまして、いやこれは途中のね A だな、おばあちゃんがね、はい、電話が鳴って、うん、だ朝食の時でしょ、そうそうそう、朝食食べていると電話が鳴り、うん、それを取った祖母が何事か話していたと思ったら、うん、での A の言い方ですか、ですね、いやこれはどう考えても分かるでしょ、おばあちゃんっていうか朝食を食べていて、うんうん、ねっそしたら電話が鳴って、そうそうそう、何事かっつってね、何事かっていう時の絵ですから、うんうん、これはそんなに大きい絵じゃないですよ。あ、そうなんですか。全然大きくない絵ですよ。ちょっとお願いしていいですか。はあ、来た、はあ、よかった。祖母が、うん、朝食を食べてたんですよ、二人でね、はい、電話がトロロってなったと、うん、でそれを取った祖母が何事か話していたと思ったら、これぐらい大きさでしょ、そんな大きくないですよ、でかいわおばあちゃんがその絵はやばいよ、その大きさの絵をおばあちゃんが放ったらやばい、多分俺もね今喉がやばい、なんか分からんけど大事件起きてるその絵は今の2本やばい、大きかったでしょ、うん、2本やばいよその絵は。ああ俺ねノブが読んでて絵の部分を本当にまあリアルにやったから、あもうこの絵はする絵だなと思ったんですよ、はい、もうこのままとどまる、はいはい、これで終わってくれる絵だなと思ったら、はい、来るんですね、そうです、落ち前やからね、落ち前でね余計なこと言ったらしっかり読んでからね、うん、そうそうそう、やらせるっていう、ね、はいはい、腕腕これが七不思議の魅力。そうよ、ちゃんとしますから、やるときはやりますんでね、みたいな感じで、はいはいはい、以上でございます、はい、今日もいろいろなお話ありがとうございました、ということで、いや誰に何のありがとうございました、以上でございます、ありがとうございました。